ミガラバー、皆さんこんにちは、アレンです。今回こちらですね、こちらのローカルのレストランにやってきました。はい、アレンも初めてでどういったとかわかんないですけど、お家の近くにあって通りすがりで偶然来たので寄ってみました。はい、そう、お腹も静かに先に中に入っていきましょう。こちらご覧ください。こういう感じでいろいろとなんか海鮮料理とかこのスパイシーな料理とかいろいろ揃っています。はい、では早速中入っていきます。こちらがあのオーナーさんのスレデンさんですか。はい、こんにちは、ミガラバー。こんにちは、ミガラバー。あの、日本に来たことがあって、あの、日本語も少し話せるオーナーさんで、あの、こちらで、あの、日本語も対応してくれるすごい頼もしい方です。よろしくお願いします。どうも。はい、でこちらが店内なんですけど、あの、実はこちらのお店の近くで、あの、火事があったらしくて、今店内あの電気が使えない状態なんですね。はい、なので今外だけのこの2席並みの、案内になってて、で自分は運よく入れたんですけど、中がこの電気が使えないのでお客さん、まあ、入れるんですけど少し暗くて良くないので、まあ今はこの中だけってなってます。はい、で実際にアレンが頼んだ料理こちら紹介していきます。こちらご覧ください。こちらが、日本でいう焼きそば、そばですね。はい、日本でいうそばなんですけど、シジャカオスエ、シジャカオスエ、シジャカオスエ、あのカオスエっていう、あのミャンマー の, あのカオスエっていうなんかヌードルがあって、その伝統的なヌードルのやつですね。それとこれだけを注文したんですけど、それに加えてこのチキンスープもついてきて、このサラダもついてきたんですね。でこれは自分が頼んだサンキットっていう、あのオレンジジュースみたいな感じの、はい、これで日本円でこれだけで、これ1200ちょっとで、だいたい160円、70円、200円以下ですね、これで。はい、これで200円以下で、ローカルの料理が頼むことができました。はい、でこちらのお店すごいドローカルで、多分日本人あんまり来ることないかなと思うんですけど、こちらのスレデンさんが対応してくれるので、ぜひよかったら皆さん遊びに来てください。すごくあのさっき食べたんですけど味も美味しかったので、あのこちらのスレデンさん日本に来たことがあるんですよね。はい、はい、なので日本食を日本で作ってたらしくて、ミャンマーで日本ミャンマー料理が少し日本の味に似てて、薄味ですごく美味しいので、もしよかったらぜひ皆さん安くて美味しいとこまたあれが見つけたので、これからも見つけていこうと思うので、ぜひぜひこちらのお店試してみてください。じゃあこれで以上で終わります。たったー。